テルク・デ・サム島は、インドの政党で、テルグ語圏であるアンドラ・プラデーシュ州及び、テランガーナ州の地域政党。党名は、テルグの土地と人々の党を意味する。1982年、主にテルグ語映画のスター俳優だった、N.T. ラーマラオによって創設された。彼はこの党を基盤に、AP 州の州首相となった。地域政党だが、ロークサバー総選挙にも進出し、 1984年の総選挙では、全国的にインド国民会議が圧勝する中、AP 州内で前線、国政、第二党となったこともある。ネトラレの後は、その娘婿である、チャンドラバーブ・ナイドが、党首 AP 州首相のポストを引き継いだ。ナー・イドは最初は、ジャナタ・ダルや、共産党などと組み、続いて、インド人民党などからなる。 国民民主同盟のバージペイ政権を支持した。この間、AP 州内においては、世界的な情報革命の波に乗って、IT 産業の振興に努め、州都ハイデラバードはバンガロールなどと並び、ブリックスに数えられる、新しいインドを象徴する IT の都として、もてはやされた。しかし、AP 州内における、 貧困層の増加や都市部と農村の格差の拡大が批判され、また州内、テランガーナ地方の分離及び新州創設の要求にさらされ、2004年に行われた連邦会員選挙、AP 州議会の同時選挙で共に敗退し、インド国民会議に連邦、AP 州双方の政権を明け渡すこととなった。2009年の連邦会員選挙、 AP 衆議会の同時選挙では議席をやや回復させたものの政権奪還はならなかった。2014年の衆議会選挙では単独半数を超える議席を得て対象し10年ぶりに衆政権を獲得した。ありがとうございます。